うひょひょ、最高なのだ、最高に楽しいのだ。うひょひょひょ、お年寄りを車で引くのは最高に楽しいのだ。痛い、痛い、やめておくれ、やめておくれ。こんな楽しいことをやめられるはずがないのだ。肉と骨の塊を跳ねた時の鈍くて爽快な感触、ゲームなんかでは絶対に味わえない本物の快感なのだ。やみつきなのだ、もっともっと引いてやるのだ。わはーん、わはーん、痛いよ、痛いよ、やめておくれよ。次の日、はあ、昨日はとんでもないことをしてしまったのだ。お酒が入っていたとはいえ、無免許運転で人を引き殺してしまうなんて、きっとすぐにバレて学校の先生に怒られるのだ。おはようございます。それではホームルームを始めます。まずはじめに、ずんだもんくん、前に来てください。あう、なのだ。ずんだもんくん、これを受け取ってください。昨日あなたがお母さんの車で引き殺した校長先生の生首です。そして現金1000万円です。お金をくれるのだ、怒らないのだ。校長先生はどんな時も子供たちの味方でありたいと願っていました。遺言です。このお金で旅に出なさい。そして広い世界を見ていろんな人と出会ってください。美しいものも醜いものも全てを受け止めて、自分の頭でいろんなことを考えてください。ただしどんな時も先生の首と一緒です。その首は肌身離さず持ち歩き、絶対に捨ててはいけません。いいですね。わかりました、なのだ。こうして僕は旅に出ることになったのだ。どこへ向かうのか、何をすればいいのか、旅の目的は何なのか、今はまだ何もわからない。長い長い旅に出たのだ。